鳥でなき者は野沢奈の長編小説。また、それを原作としたテレビドラマ。テレビ朝日開局45周年記念ドラマスペシャルとして2004年4月2日金曜日21時23時9分にテレビ朝日系列で放送された。原作者の野沢奈が自ら脚本を手掛けている。演出の鶴橋康夫はこの作品で、 芸術編勝文部科学大臣賞を受賞した。本作は野沢が自ら脚本を完成させた最後のドラマとなった。テレビの作り手と視聴者の関係悪化に警鐘を鳴らす意味で作られた作品だが、前週で終了したニュースステーション枠のつなぎ的なドラマとして放送していた。視聴率は9.0%、関東地区。ビデオリサーチ調べ。女子高生。 古谷芽衣子は、あるビジネスホテルで突然自殺した。その少女は自殺する前日に、ニュース番組の特集で、少女売春の元締めとして報じられたばかりであった。首都テレビの人気ニュース番組、ナイス・トゥテンのニュースキャスター長坂文優は、芽衣子の特集にあまり乗り気ではなかったが、企画を担当した、同番組女性ディレクターに煽られ、特集を組むことになった経緯がある。ライバルである、 東洋テレビが女子高生の恋人と名乗り出た、八ヒロ・キイチロに独占インタビューを行い、懸命に名子のことをかばうその姿で、一躍、カリスマ青年となった。しかし八ヒは、実は、裏の顔を持ち、他、ありがとうございます。